ハトロン紙を使って作るエコで超簡単なカタツムリの作り方です。紙袋や包装紙に使っているハトロン紙を直角二等辺三角形に切ります。底のこの部分は使いません。直角二等辺三角形は正方形を半分に切った形です。大きいのや小さいのが何枚かできます。あまり小さいのは作りにくいのでこの部分は使いません。まず半分に折ります。直角の部分が上に来るように置いて角の部分を斜めに折り上げます。下の真ん中あたりから直角の部分に向かって大体で折り上げます。もう一枚は少しずらしております。最後に下の部分をまっすぐ折ります。形が崩れないように少し糊をつけ乾くまで軽くセロテープで留めておきましょう。目になる部分に白い丸シールを貼ります。何種類か用意しておき、ちょうど良いと思う大きさのものを貼りましょう。剥がれないように裏からもシールを貼ります。同じ大きさのシールをぴったりと貼るのが良いのですが、一回り小さいシールを貼る方が簡単にできます。この場合、周りが少しベタつくので指などで軽く押さえておきましょう。シールがない場合は画用紙などを丸く切って貼っても構いません。これで左向きのカタツムリができました。右向きのカタツムリを作るときは半分に折った後、開く方を左側に持ってきて同じように作ります。大小、右向きと左向きのカタツムリができました。白いシールのところに目玉を描き、殻の部分に渦巻きや模様を描いて出来上がりです。一つ見本を作っておくと、それを見ながら真似て作ることができます。これは3歳児が描いたカタツムリです。裏に名前を書いておくと、飾り終わって持ち帰るときに便利です。みんなで好きな目玉や模様を書いてカタツムリのパーティーにするのも楽しいですね。